はい、皆さんこんにちは、くーです。はい、ですね、私は前回からですね、一旦戻って、またですね、ちょっとアイテムがね、取り忘れてたのをね、動画チェックしてる時に気づいたんでね、またもう一周してきたんですよね。はい、そしてですね、レベルもアップして、レベル42になっています。はい、それではですね、早速続きをやっていきましょう。はい、はい、もうね、解体人はもう倒してあります。はい、ここからですね、行ってみたいと思いますよ。うん、すごい、なんかうわー、3人来る。焼きごての人と、うわすごい、一人だけでも結構辛いのに。ですね。うわぁ、ちょっとびっくりした。ていうかね、犬とかやっつけてないから気づかれたらどうしようと思って。そう、武器もね、今ねプラス6なんですよね、私。はい、それなのでね、結構強いですよ。うー、処刑人がもう一人いたとは知らなかった。ちょっとどうしよう。すごい怖い。OK っていうかね、そう、焼きごての人たちと戦ってる時ね、声は右の方からしてたけど、よかった、やられなくて。あれ？あれって宝箱ですかね。ちょっと降りてみる。あ、あお、強化の結晶石。OK。へえ。あ、っていうか、こういう宝箱とか気づいてないのたくさんあるかもしれないですね。OK。すごい、なんかもう、なんかこれって死体の袋とかですよね。あ、ここ光ってる。え、なんだこれ。ちょ、行かないで。OK。 あ、もっといる。あ、そんなことない。え、なに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 。
すごい緊張する、なんかもう誰かいる？ちょ、何も声とかもしない。声する？え、何？どういう？何の声もしない。あ、え、ちょっと待って、ボス戦？ヘムウィックの魔女。え、なになに？え、てか全然減らないな。どう、あ、なんだこれ。あ、これ戻した。え、消えた。ちょっと待って、何が起こってる？するとかそういう感じ？無限にってこと？そういうこと？ねえ。よっこか。え、ちょっと早い？もしかして。ちょっと怖い。あ、ここにいる。うわっ！うわっ！すっ、うわっ、どれ？魔女なだけに魔法？了解。ちょっとこうやって探せばいいってことですかね。あともうちょっとで、あともうちょっと。よし。どこ？あ、いた。え、減らない。どういうこと？え、ちょっと待って、どういうこと？え、これも幻？なんか今までのボス戦と全然違って、なんかどういうこと？え、よいしょよいしょ。どこどこどこ？あ、いた。あ、やった。え、やったけど何？ダメ？え、うわっ。何？うわっ、なんか二人いるってこと？待って、やだやだ。ちょっと待って、どういうこと？いっぱいにしとく。え、あの三人も倒す方がいいのかな？どうなんだろう。え、ちょっとなんかでも魔法とかも使ってきますね。いた。うわっ。
か、もう一人もちょっと復活してるんじゃない？あ、これもしかしてえ、なんか今日どういうことしか言わないなんか、あ、オッケどういうこと、血走った目玉、オッケー、あー、あ、すごい、なんかオッケー、なんかびっくりしたえ、なにこの音、なに、ちょっと何、なんかいろいろとちょっと訳がわかんないオッケー、魔女さん2人いたってことですか？ちょっと待って、なんかあんのかな、なさそうでしたよね。なんか未だにちょっとね消化できてないこんなが、ヘムウィックの魔女さん、オッケー、倒せた。え、なに？なんかね、音がする。よいしょ。わーとか言って、オッケー、あー、なんかすごい、誰だろうこの人、日持ちの工房道具、オッケー、うん。あ、これですね。あ、ビルゲンはスノーガクト筆記者、カレルは人ならぬ上位者の音を記録し、それをカレル文字と称した。この工房道具を取り出したカリウドはカレル文字を脳裏に焼き、その神秘の力を得ることができる。血に頼らぬそれは学長ウィーレムの理想に近いものだ。なるほど。この間拾った湖のやつがつけれるってことですよね。オッケー。そっか、血に頼らない方法。なるほど。了解。ここはこれでいいのかなね。オッケー。じゃあこれで今日は終わりですかね。まさかここでボス戦とか、行き止まりですもんね、ここね。なるほど。他に道なかったから。どうしよう、今日短いですよね。まあとりあえず気味がいいので、そうですね、あ、じゃあ枯れる文字つけてみましょうかね。はい、よし、枯れる文字大量の水は眠りを守る断絶であり、故に神秘の前触れである。求めるものよ、その先を目指したまえ。なるほど。つけてみましょうかね。うーん、あ、ちょっと待ってください。 OK。 物理のダメージカット乗算プラス 3% ということですね。
はい、それじゃあなんかびっくりしましたね。とりあえず今日はね短かったですけどね、ここら辺で終わりにしたいと思います。次回はですね、ゲールマンさんのね、助言に従って、ドン教会のね上の方に行ってみたいと思いますよ。それじゃあ皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。